DS BDS ヘアスプーンさんって今日だとね、とんでもないものを買ってきましたルンバアイロボットルーボロポールンバを買ってきました。でこれなんとね、一番新しい980タイプですね。めっちゃ高かったです。12,500円なのを、なんかケース電気でポイント分の割引してくれって言って11万円にしてもらいましたね。はい、ちょうど11万です。よいしょ。まあ新製品なんでね、すぐ値下がりすると思うんですが、でね、やっぱ僕ん家はね、もう毎日掃除機をかけないといけないんですよ。それなんでかというとね、やっぱポップのね、プシッてね、毛がやばいんで、本当にノービージャンフォレストキャットって言って、寒い国で生まれたね、あの猫なんで、毛がね、すごいモフモフしてるんですよ。おお、やべえ、これ壊れたら俺泣いちゃうよ。で、これ段差が2センチまで OK で、980はなんかカメラがついてますね、ここに。ここにカメラがついたルンバです。従来のと結構だいぶ変わってるらしくて、で、これが充電器ですね。これを置いとけば勝手にね、戻って充電をしてくれるというやつです。これがよくわかんないですね、これ。X ビデオ、ケツだだけ、X ビデオ。これがよくわかんない。よし、とりあえず、充電させてみますか。はい。もう、こういうのはね、もうやんないとよくわかんないですよ。階段ね、降りてくれればいいんだよね。階段。ではね、ちょっと充電させてみましょう。これ充電もされてんのかね？後ろになんかついてる。これ取った方がいいのか。お、これを、充電待たないとダメですね。うおー、動いた動いた、すげすげ、動いた、やべやべ、やばいやばい、動いた動いた、でルンバのね、アプリをインストールしました。で、これを使うことによってね、スケジュールとかをね、こうこれ何時何時に綺麗にしてくれとか、そういうのをね、できたりとか、あと隅々とか、なんかいろいろ設定できることができますね。できることができる。あと、これすごいのが、いきますよ、クリーンしますよ。で、もしホームベースに戻りたかったら清掃中止。はい、勝手に戻ってくれるんですよ。すごくないですか。20分ほどやったんですが、どんぐらい取れてるか。ゴミどこだ、ゴミめっちゃ入ってんな、これ。ゴミがめっちゃ取れてました。普段からね、掃除してる僕からしたらね、すごい取れてます。PDS 株式会社。